味で。縦読みまかったさん、はい、つい先日の昼遊びに来た甥っ子と姪っ子の子守をしていた時の話、うん、まだ5ヶ月の姪っ子にミルクをあげていると、近くで自由に遊ばせた1歳の甥っ子が誤って棚の隙間に入ってしまった。おもちゃを取ってほしいと呼びに来ました、はい、ああ、甥っ子が入っちゃったんじゃないのね、うん、おもちゃが入っちゃった。以下その場にいた自分、まあ、狂気は自、母、妹との会話ね、うん、たてがみわたったさん、奥にあるみたいで取れないな。母、細い棒で奥からかき出したら、私やってみるさ。はい、お父さんのエロ本出てきた。妹、お父さんこのエロ本どうする、仏壇に備える。自分、生き恥ならぬ死に恥だからやめてあげろ。妹、生き恥の方が辛くない。母、お父さんもうすぐ3回忌なのに。妹、色付きの袋に入れて捨てる。母、袋ないな、新聞紙でいいかな。自分、シリーズの紙おむつと同じ扱いやさ。妹、あ、これ結構綺麗だから新品だね、お父さん買ったのを隠して見る前に行っちゃったかも、仏壇に備える。やっぱり堂々巡りだ。自分、死んでも死にきれないやつだからやめてあげろ。本は自分と妹が行く末を話し合っている間に、母の手で新聞にくるまれ燃えるゴミに出されていました。なるほどね。ちなみに事の原因を作った甥っ子は、大人たちが騒ぐ様子を少し離れたところから菓子パンを食べつつ見守っていました。いいね。お父さん、うまくいけば今後もバレずに済んだ秘密、偶然にもあなたの孫によって明るみに出ました。諦めてください。いや、面白い。めっちゃくるね。え、これが残されたね、娘と母親がこれを見つけるっていうのが面白いよね。これ、たてがみさんだけだったらよかったかも ね、 そうね、何事もなかったようにしてくれたはずだけど、だけどそうだね、これ、周りだったら仏壇に備えるかも。あ、一応お父さ ん、 お父さん 見る前に行っちゃったかもしれないから、まあね、もしかしたら大切なページがあったかもしれない。そうだね、どうしても見たいページが。で、お盆が来たらそれ一緒に内カビと一緒に燃やして成仏させてあげるっていう。めっちゃ燃やすよね。